本日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。岩田貴則です。この度、FFAS さんのブランドアンバサダーに就任させていただきました。自分もこうして表舞台に立つ身として、美意識だったりとかは、日頃から気をつけていますので、こうしてお仕事をいただけたことを大変光栄に思っております。岩田さんにとって触りたくなる肌とはどんなお肌ですか？水分量が高い、なんかこうちょっとしっかりとこう保湿されて、まあ触り心地だったりとか弾力のあるような、なんかそういう肌の質感はついつい触りたくなる気がしますね。岩田さん、最近ご自身へのご褒美はあげましたか？最近一つ、ドラマの現場というか作品が落ち着きまして、友人と一緒に焼肉を、食べに行きましたね。まあ、4人ぐらいで食べたんですけど、はい、切り分ける前にこう塊肉を見せてくれる、はい、あのサービスをしてくれるお店だったんで、最初に見た量を全部食べたんだと思うとちょっと恐ろしくなるぐらいの量でした。はい、夏らしいことをしたいことってありますか？やっぱりこう3年ぐらいもうちゃんと花火とか見てない気がしますので、あとは浴衣とかも着てないかな、だからそういうちょっと和というか、はい、なんか日本らしい夏を感じたいなと思いますね。うん。